あのよ、リーダーってのは疲れるよな。クロードよくやってたぜ。まったくよ、ミディールに様子を見に行くか。おい、ちらっとディカたちの様子を見に行かねえか。進路の動き止まりましたね。でもこういう時の要こういう時は要注意ですのや。ハイディッカーたちが何か考えてるに違いませんわ。ねえシド、ティファとクラウドどうしてるかな。ずいぶん疲れているようだが、そろそろリーダーを降りるのかな。すげえ、なんかレベル7になってます。はい、というわけでどうもスクエアスクエアです。では今回もファイナルファンタジー7の実況プレイを始めていきたいと思います。前回は北コレル山、コレルとコンドルフォードのヒュージマテリアを手に入れて、まあ2つもシナの手から入手します。まあ取り返すというか、まあ手に入れることができました。今回はその模様をティファとクラウドに報告に行くところから始めていきたいと思います。では早速行ってきます。おっ、クラウド大丈夫か。相変わらずか。クラウド大丈夫か。ああ、俺ナンバーいくつ。100億の鏡のかけら、小さな灯火、囚われた天使の歌声、ゼノギアス。なんでゼノギアスが出てくるの。ゼノギアスよくわかんないけど、まあいいや。透けてる、ティファンが透けてます。これってシードとティファがキスしてるように見えますね。ちょっとクラウドになって変なもん見つけてんの、ごめんなさい。皆さんも不快な思いさせてしまってすいません。では話しかけます。ダメだわ、クラウド全然良くならないの。私どうしたらいいのか。もしクラウドがこのまま一生治らなかったら。あ、キャッ、なんだ、あ、奴らが来る。なんだってクラウド、う、あ、チクショー、一体どうなってやがんだ。あ、行くしかないか。まさかこれってこれはいかん、でかいぞ。キャー、私止めるのよ、自信。え、なんだ、なんだこりゃ。地下のライフストリームが地表に吹き出してきたのか。おい、ありゃ、やべえぞこりゃ。え、何が、シロ、どうしたの。なんでもない、クラウドと一緒に中にいる。でも心配すんだ。この俺様がそう簡単に伝わってたまるかってんだ。気をつけて。え、何が来る。よし、行くぜ。目に物を見せてやる。え、何、うわ、あれじゃん、ムービーに行ってた、あれじゃん。しっしゃう、レッポンの野郎ねば。よりにもよってこんな時に現れやがって。さあ、来やがれ、こんちしょうめ。なんか、シド、すげえ毒あるな。わ。来るやん、け。戦うの、まさか。やばい。勝てるかな。クエイラとかイケメンやってくるし。それじゃあ、早速、フェニックスやってみますか。もう、一世一代の大石さってやつですから。うわ、強い。やばい。再起。天聖の炎、フェニックス、見せてやれ。3倍速バージョンは、まあ、パート20の冒頭でも見せてますので、見たい方はそちらもどうぞ。あ、てか、あ、レモンの体のせいで見えない。お、2000、OK。あ、リミット、いける、ダイナマイト、いける。
大乱闘スマッシュなんたら。あれ聞いてないか。え、いけ草いけ、やばい DJ ちょっと KR が間に合うから。バッタテ消えてるよ、レーシー使い、やだめ、ひだ、あー草やられたか。レインジで復活、君はホワイトリンド。やべ、アルテマビームズがマジだ。いや、ちょっと待ってくれ。やべ、またやれた。そう、なめたまねしてくれるじゃねえか。いや、なになになに、おう、あ、どっか行っちゃったけど、シノがやられた。やば、あー、シノがちょっとやられちゃいましたけど、くたばってんじゃないですか、シノさん。うわぁ、それにしてもウェポン強いな。しょうめ、逃げるってのかよ。あともうちょっとであいつぶっ倒せたのに。ライフストリームの方も収まったみたいだね。え？ち、まさか。え？こりゃやべえ、ストリーム本流の吹き上げか。さっきまでのやつなんか比べ物にならねえくらいどでかい値が来るぞ。今のウェポンとの戦闘の影響かな。ダメだ、逃げろ。え、でもティファード食らうのか。バカ野郎、人のことを心配してる場合か。いつストレームが吹き出すか。うわ、時間がない、急げ。やばいやばいやばい、ティファード食らうぞ、逃げろなんかまずいよ、揺れがどんどんひどくなってる。ちょっと待ってて、クラウド。先生、先生、ここにいるよりどこか外へ逃げた方が。うむ、開けた場所へ避難した方が安全かもしれんだ。何も心配しなくていいのよ、クラウド。私がきっと安全なところまで連れて行ってあげる。いかん、家が持たんぞ、急げとえ。はい、やばいやばい、急げ。いい、クラウド、行こうよ、急げ急げ。うおー、超ギリギリだ。やばいやばい、急げ。あーあー、てか、うわ、あーてか、あー、あれ飲み込まれてった。あー、飲み込まれたけど、え、どうなんのこれから。え、助かるのこれ、助かるんでしょうか。ここは一体どこだ。ここはどうなったの。私、クラウドは、クラウドはどこ。え、何、誰、誰なの、聞こえないよ。ちょっと待って、私そんなの知らない。え、何、どうしたのティファ。違う、私じゃないよ、私そんなことしない。え、一体何が起きてんの。いや、やめて、中に入ってこないで。え、てかティファさん、どういう状況か説明してよ。誰か助けて、お願い。助けて、クラウド。
よー。え、違う、どうなんの、え、何が起きてんのさっきから。え、クロスが3人いる。ここは、うわ、でっけえクラウド。どうしたのクラウド、一体これは。あ、たかここニブルヘイムの、ここじゃない、ニブルヘイムの入り口ですよね、あの奥に見えてるのって。ここはあなたの夢なのか、夢の中、それともあなたの意識なの。探してるのね、クラウド、自分を。手伝うよ、私も本当のあなたを取り戻すため、一緒に頑張ろう。でもどうすれば。ああ、動かせる。あれ、メニューも開けない。ああなるほど、じゃあまずこの北のクラウドから。あれ、ニブルヘイムの入り口ですよね。ニブルヘイムの門、5年前セフィロスと共にこの門をくぐり、そうして全てが始まった。通じているの、ニブルヘイムに。そうね、確かにそこから始めるのが一番なのかもしれない。え、あー、ごめんごめん、行けばいいのかな。よし、行ってみるか。行ってみましょう、クラウド。辛いかもしれないけど、私がついてるから。ほら、クラウド、給水塔がある。おじいさんの宿屋もあるわね。村で一台きりのトラック、私たちが子供の頃からここにあったんだよね。これがあなたの記憶の中のニブルヘイムなのね。私のニブルヘイムと同じだから、だからここは私たちのニブルヘイムだね。あ、なんか、あ、クラウドか。5年前、ここに2人のソルジャーがやってきた。セフィロスと若くて陽気なソルジャー。その時の様子もう一度教えて。あ、セフィロスがいて、どんな気分なんだ。5年前、私はこの時初めて本物のセフィロスを見た。久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は、この人が英雄セフィロス、母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父はクラウドが憧れていた最高のソルジャーセフィロス。でもね、正直に言うと、なんて冷たそうな人って思ったの。俺は何を話しているんだ。さあ行こうか。嫌な予感がしたの、覚えてるわ。クラウドだね。あ、融合した。違うの、クラウド。言葉にすると恐ろしいことになりそうで、ずっと隠してた。でも今は隠さずに言うね。あなたはいなかったクラウド。5年前、あなたはニブルヘイムには来なかったのよ。でも、うん、私待ってたのよ。でもクラウドは来なかった。あの時派遣されてきたのはモセフラスともう一人、あの黒髪のソルジャーってやつか。さあ行こうか。あー、来た、黒いやつか。
セフロスと共にニブルヘイムに出向いたソルジャーはクラウドではなかった。私にはもう何も言えない。答えはあなたが自分自身で見つけなきゃ。それが見つけられないとあなたは急がないでクラウド、ゆっくり少しずつでいいのね。あー、じゃあここはもう終わりか。じゃあ次はどこだ。それじゃあ次はここあたり行ってみますか。星空の給水とあの夜の二人の約束も偽りの記憶でしかないとしたら、あれかだいぶ前のあの回想のあれですか。焦っちゃダメクラウド、答えを急いで、自分を追い詰めないで。たくさんの小さな思いを確かめながら戻っていけばいいのよ。ゆっくり少しずつね。そう、例えばあの夜空の満天の星たち、ここでだいぶ前のあの階層に戻れってことか。最初からね。もう懐かしいな、ここも。クラウド、思い出して。そう、私この服を着てた。あ、そうだったね。クラウド、低かったんだね。かわいいね。いつかセフィロスが言ってたけど、クラウドは私の話に合わせてこの記憶を作り出したって言ってたけど、この星座は、ちゃって、この星空はクラウドが自分で考えた。思い出したのよ。星がとっても綺麗な夜、クラウドと私二人給水塔でお話しした。だから私はどんな時でもあなたは本当のクラウドだって思っていたの。私はあなたがニブルヘイムのクラウドだって信じてる。でもあなた自身は信じていない。この記憶だけじゃ足りないよね。ねえクラウド、それなら他の記憶は？記憶じゃない。記憶って頭の中から無理やり引っ張り出さなくちゃならないでしょ。だから間違ってたり形が変わっていたり、でも目の奥に眠る思い出は違うわ。きっとそれは偽物なんかじゃない。もしそんな思い出を呼び覚ますことができれば。そうだ、何かしら私に関係のある思い出はどう？私が何か言ってそのことをあなたが思い出すんじゃなくて、クラウドが何か言ってもし私もそのことを覚えていれば、それがあなたと私と思い出。なるほど。ねえ、何か話して。何でもいいから、あなたにとって大切な思い出を。そういえばクラウドはどうしてソルジャーになりたいって考えたの？私にはあなたが突然決心したように思えたんだけど、悔しかった。認めてほしかったんだ。強くなれば認めてもらえる、きっと。認めてほしい。誰に？ティファニーだよ。私？どうして？ティファ、忘れちゃったの？あの時のこと。あなたはごめんなさい。何のこと言ってるの？子供のクラウドか。いいんだティファ、あの時は大変だったしね。自分のことで手一杯だったから、あの時の俺のことなんか覚えてなくて当たり前だよ。あの時
俺にとっては大切な、悔しかったけど、すごく大切な思い出なんだ。行ってみる？あーで、ここに全てが繋がってるってわけなのか。さあ、早く。では、行ってみましょうか。